こんな場所で会えるなんて嬉しいな。ちょっと探し物があったんだけど、疲れちゃったから一休みしてたところ。それじゃあさ、一緒に迷宮攻略してくれないかな。足手まといになったりしないから。それに急いでるの。お願い、一緒に行かせて。うん、キリトの言うことなら聞くよ。Yeah!
足手まといにならないでしょ。この世界を壊してしまう何か、それを探しているの、多分。そう、だから急がないといけないの。でも、だからこそたくさん探索に出て、いろんなものと出会わなきゃいけないんだ。私は、この世界を守らなきゃならないから。というか、私のことよりも。キリトは、クリアのために頑張ってるんだよね。だったらさ、パーティーのメンバーもよく考えてさ。何よ。キリトにはもっと強力で頼りになるお姉さんの助っ人が必要だと思う。ダメだよキリト、今で満足だなんて間違っていると思う。だって私が活躍できちゃうくらいなんだもん。もっとパーティーとしてのバランスも必要だし、一人一人ソロでの強さにももっとこだわらなきゃ。具体的に言うと、リズベットは武器に頼らず身体能力を高めるべき。私筋力は結構上げてる方だと思うんだけど。ああごめんごめん、もっと速度を上げた方がいいってこと。速度ね、家事と関係が薄いのはあんまり上げたくないんだけど。でもそれだとキリトと釣り合うパートナーになれないと思う。パートナーって言われても、私は。それにキリトのパートナーには私みたいにメリハリの効いた体が必要だし、出るとこが出てて引っ込むとこが引っ込んでる、そういった魅力的な体が必要だと思うんだよね。体つきは別に関係ん。いや、でもキリトだって男だし。キリトだってスタイルのいい女の子がパートナーの方が嬉しいよね。まあでもキリトに一番お似合いで役に立っているのはやっぱ私かな。さあキリト、先に進もう。
ごめんキリト、ちょっと用事思い出しちゃった。今日はここでお別れ。うん、少しは前に進めたかなって思うから、今日はそれでいい。うん、大丈夫だよ。ありがとう。じゃあまたね。行かせちゃってよかったの？確かにそうね。いよいよか。緊張す。そうだな。よし、どうかしたの？どうしたの？さ、よろしく。
Thank you.
よう。なんだ？じゃあ、なんだ？よし！攻略どうか。ん？や、そ。Thank you.
クティベートしておいたわよ。うん、キリト君、こんなところでどうしたの？